新型コロナウイルス第2波に備える免疫力の鍛え方をお伝えします。あなたはこんなことないですか？自粛解除は出たものの、こうテレビとかですね見ていると、まあ、今年の秋冬には第2波、まあ、来るでしょうというねお話よく耳にしますよね。そんなお話を聞くと、もうまだまだ心配だな、こう外出するのもまだまだ怖いな、そんな心配をお持ちじゃないですか。そこで今からこの動画を通じてお伝えするお話を聞いていただきますと、あなたのですね自然免疫力を高めることができて、でその結果必要以上にこう不安にならずにですね、新型コロナウイルスの2波、3波にこうしっかり備えて、結果こう前向きな気持ちで過ごすことができるんですよ。その具体的な解決策をお伝えしていきますね。まず今からお伝えする流れです。3つあります。1つ目はあなたのその免疫力のその現状を把握していくこと、このチェックリストを使っていきます。で2つ目は、ではどうやったらあなたの免疫力をこう上げることができるのかっていうそのポイントと具体的な方法についてお伝えしていきます。ではまず免疫力チェックリストを一緒に見ていきましょうね。12個あります。1つずついきますね。最初にお伝えしますと、過去の私はこのチェックリストですね全部当てはまる人だったんですね。結果免疫力が低くて、本当に体調不良が続いていたわけです。では一つずつ、まず一つ目、あなたも一緒にチェックしましょうね。あなたは風邪をひきやすいですか？私はしょっちゅうひいてました、もう子供の頃から。で冬になると風邪をひくのがもう当たり前なんだなと思ってました。子供心ながらですね、それぐらい風邪をひいてました。しょっちゅう病院に行って薬も飲んでいました。二つ目、便秘下痢です。どちらも良くないんですけれども、私はどちらかというとこの便秘ですね。これも物心ついた時から便秘で、もう今でも覚えているんですけれども、小学校2年生の時ですね、だから図工の時間にですね、もうあまりのその便秘で腹痛で、もう冷や汗が出ても泣いた記憶があるぐらいです。そして3つ目、冷え性です。もうとにかくもうすぐ冷えるんですね。例えばこう電車に乗ったりスーパーにお買い物行くと、もうキンキン、例えばこうクーラーがかかってるともう一気に冷えて気分が悪くなるぐらい冷え性でした。4つ目、あなたはイライラしやすいですか？私は過去ですね、もうすぐイライラしてたんです。なんでこんなことで起こるんだろうって、イライラするんだろうって自分でも分からなかったぐらい、イライラしてたんですね。今ではその原因が分かります。後からお伝えします。5、シャワーで済ませるです。あなたはしっかり湯船に浸かってますか？私はですね、特に1年間オーストラリアに暮らしていた時はですね、もう毎日やっぱシャワーだったので、キンキンに冷やしていたなと今でも思い出しては、あれが原因だったんだとね思っています。6つ目、低体温です。あなたは基礎体温何度ありますか？過去の私はですね36度なかったんです。もうそれが普通だと思っていたんですけれども、こういった腸活であったり免疫のお勉強をするたびに、低体温ってリスクだなと思っています。7つ目、生活が不規則です。これはですねありますよね。お忙しいと本当によくわかります。もうなかなか規則正しいって難しい、私もそうだったんですね。特に、旅行会社に勤めている時のシフト制の勤務の時ですとか、あとは子育て中、授乳中とかですね、もう不規則の極みですよね。本当に辛かったなと今でも覚えています。次、8番目、口内炎がよくできる。子供の頃からしょっちゅうできてましたね。あなたはいかがですか？口内炎は、あなたの免疫力が落ちているサインです。9番目、肌トラブルが多い。もう私はもうこの極みの極みを極めた人間ですから、もう顔が妖怪みたいに腫れ上がって、もうそれはそれは人目に出れない醜い顔をしていた時代があったんですけれども、それもまず社員ですね。10番目、睡眠不足です。これもねなかなかねやることいっぱいで寝れない日ってあると思うんですけれども、これもチェックリストの一つなんですよね。そ
そして、11番目アンバランスな食事です。さあいかがですか？あなたはバランスよく取れていらっしゃいますか？過去の私はですね、ご飯よりもおかしいという人間でしたので、まあ、それはそれはひどい、まあ、バランスの取れていない食事をしていたんですけれども、あなたはいかがですか？12番目喉が腫れやすい、はいですね、以前の私はもうまさにここからしょっちゅう熱が出て風邪をひいて、しかも治りにくいというそのパターンがですね、もう本当にしょっちゅうあったんですね。さあ以上の12項目あなたはいくつありましたか？今の私はゼロです。ゼロ。そのおかげでもう本当にですね、よく考えたら子供の時より今の方が元気だなって思うんですよ。やりたいことやれて気持ちも穏やかでですね、本当に違います。でもし、まあ、あなたがですね、もう私みたいに過去こんな全部12個もあるというのは、まあ、あまりいらっしゃらないかもしれませんけれども、今のこの項目でやはり6つ以上あった方は要注意です。かなりあなたの免疫力が落ちていて、まあ、結果ウイルスにかかりやすい、まあ、状態に今なっていますよということで、ちょっとこの12項目以外にもお伝えさせてくださいね。もしあなたが最近太ってきた、肥満をまあ気にしているとか、もしそういうふうにこう体重が増えてきてらっしゃる場合も要注意なんです。なぜかというと、体重が増えてこう肥満体質になるとですね、あなたのもともと備わっているその免疫力がそのフル活動で常に働かされている状態なんですよ。なぜかというと、そのあなたの体内が太ったことでこう炎症状態に傾きやすいので、その炎症状態っていうのは、その例えば、まあ、インフルエンザとかですね、そのこう体にとって害のあるものウイルスだったり、まあ、いろんなものがこう入ってきた時にこう戦う時に、まあ、炎症を起こして戦うわけなんですけれども、肥満になることで常にその炎症状態ということは、あなたの免疫力も常に戦わないといけないんですね。そうした時にもう常にそこで働いているのに、例えばいろんなウイルス、まあ、コロナもそうですし、まあ、インフルエンザとかいろいろありますよね。そういったのが外から入ってきた時にもう手一杯なわけです。免疫たちがオーバーワークです。っていや、今このウイルス入られてももう働けませんよっていう状態になりやすいということなんです。ですからちょっと厳しいことをお伝えしないといけないんですけれども、太っているだけでウイルスに感染しやすくなる、そしてそのかかった時の状態が悪化しやすくなるというリスクが大きいということなんですね。ですからぜひこの動画ですね、最後までご覧いただいて、そうならないためにいっぱいいっぱいシェアしていきたいと思っておりますから、あなたがもう決してウイルスにかかることなく、もしかかったとしても軽症で済みますように、一緒にですね今からこの時間使ってくださいね。でポイントです。免疫力を今度上げるポイント2番目に移りますね。ポイントは腸内環境を良くすることなんです。もうこれにつきます。でその理由がですねあるんです。その腸内環境が良くなれば、あなたの免疫細胞が元気になるんです。でなぜかというと、そのあなたの体内のですね全体の免疫細胞というのは約60から70%はどこにあると思いますか？小腸と大腸を合わせたその腸管と言われるところにもう約7割方集まってくれているんですよ。で逆に言えば、あなたの腸内環境良ければ、この7割の免疫細胞がもうどんどん元気になってくれて、あなたをですね守ってくれるウイルスから。で逆を言うと、あなたの腸内環境が悪ければ、この免疫細胞がそこに居づらいわけですから、結果ウイルスにかかりやすくなってしまうということなんです。ですからポイントは腸内環境をとにかく良くすること。でそのポイントがたくさん他にもその方法がですねあるんですけども、今回はそのうちの一つをご紹介したいと思います。それは何かと言いますと、そもそもその
免疫を上げるためには免疫細胞がいてくれないといけないわけですよね。まあ、お料理で例えると、そもそもお料理を作りたかったらその材料がないと作れないですですよね。その材料、免疫細胞を作る元の材料が何かというと、タンパク質なんですよ。タンパク質が不足していると、そもそもこの免疫細胞ができないわけなんです。では3番目最後です。ここからじゃあ具体的にどうやってその免疫細胞を元気に作ることができるのかという、その食材と取り方をお話ししていきますね。はい、失礼します。あの別の動画でもですね、私もとにかくあの腸活のこの、まあ、YouTube チャンネルですから、もうとにかく腸活なんですよ。腸を元気にすること、微腸活、しかも綺麗ですね、痩せていただきたいというお話もするんですけれども、とにかくその、まあ、腸もそうですが、内臓ですよね、まあ、体はあの材料はタンパク質です。ただそのタンパク質といってもですね、いろいろありますよね。じゃあ何取ったらいいのって思いませんか。タンパク質っていうけどいっぱいあるよねって。でその取り方がですね大事なんですよ。ここで間違ってしまうとあの太ってしまいます。いいですか。では、まずタンパク質には2種類大まかにね分けるとありますよね。まず1つ目は動物性のタンパク質で、2つ目は植物性のタンパク質です。では、ここでポイントです。まずこのバランスよく取ることがもう大前提です。あのばっか食べですと、その腸内細菌のその種類が偏ってしまいますから良くないわけです。何事も中庸ですよね。バランスよくがもう大事。私たちのこう世界ってもう本当にこうバランスで保たれてるなって思いませんか。どんなこともバランスが保たれてるから維持できてるんだなってあの感じることは私多いんですよ。いかがですか。そこで、まずは動物性タンパク質の取り方です。1,2,3 あります。まずお肉です。1日かけて、まあ、40から 60g 取ってください。でどんなお肉が一番免疫細胞を作るためにはいいかというと、あの赤身の牛肉と豚肉と鶏肉は胸肉を使ってください。でそのいずれかを、まあ、トータル1日で40から 60g です。でプラス例えばそうですね、まあ、夜にお肉を食べた場合、まあ、お昼にお魚としましょう、まあ、朝でもいいです。でお魚は1日かけて40から 100g でなかなかね、あのお魚焼いたり煮たり時間がないという方はあの、まあ、無添加の缶詰とかも利用されてもいいと思うんですよ。上手に時短で工夫していきましょうね。であとは3つ目卵ですね、まあ、卵はまあいろんな意見ありますけれども、まあ、1日1個まででしょうね、1つまで。でこの取る量がポイントなんです。今お伝えしたのはですね、やはりあの高タンパク高脂質なんですよ。要はカロリーが高い食べ物なので、ここばっかり食べ過ぎてしまうと太ってしまう。なぜかというとこのですね、まあ、特にお肉とか卵とかですね、まあ、高タンパク高脂質のものはその腸内のその悪玉菌がですね大好きなんですよ。悪玉菌をこう増やしてしまう食べ物をになるんですよね、取り方を間違えると。ですからこの適量を守りながらバランスよく取っていきましょう。では2番目、植物性タンパク質、まあ、植物性と聞くともうすぐね頭に思い浮かぶのは、まあ、この1番の大豆食品だと思います。あなたはいかがですか。大豆食べてますか、まあ、納豆、豆乳、豆腐とかですね、まあ、高野豆腐とかこういった食べ物ですよね。で2つ目はあの、まあ、果物の部類でいうと、まあ、アボカドもですねあのすごくタンパク質含んでくれてます。あとは実はお野菜もあるんですよ。ブロッコリーだったりアスパラガスもタンパク質が豊富です。で最後は実はそば、お蕎麦もですね、まあ、できればその10割そばとか、まあ、そば粉がまあ多いお蕎麦ですよね。小麦とかがこうあまり混ざってないものがいいと思うんですけれども、お蕎麦もですねタンパク質、良質なタンパク質が取れますから、やはりおうどんよりもそば、茶色い食べ物がおすすめなんです。さあいかがだったでしょうか。ポイントをまとめますと、あなたの免疫力は今どれぐらいだったでしょうかという現状把握のお話をしました。そこで踏まえて、じゃあどうやったらその免疫力を高めることができるのか、
そのためには免疫細胞を増やすことなんですよということでしたね。でそのためには3つ目、タンパク質がいるんですよというお話です。で具体的な取り方をお伝えしました。とにかくですね、ポイントはバランスよくです。何事もバランスですから、あなたのペースでできる時にですね、できる限りをされるといいと思うんですよ。ぜひ日々のあなたと、そして大切なご家族のためにお役立てください。そして、腸内環境を整えるための方法として、私ファスティングアドバイザー、腸活の専門家なので、ファスティングに興味があるなという方はですね、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますから、ご登録後直接ご相談くださいね。ファスティングをすることでも免疫力を上げることができるんです。そしてこの動画を繰り返しご覧いただいて、ぜひお役立てください。またこのお話役に立ったなと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。